どうも、宅飲みバー竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日は前からね、やろうと思ってたグレンリベットとグレンフィリックの飲み比べをやってみたいと思います。共に定番の12年、アルコール度数も40度、非常に2つともですね、まあシングルモルトの入門編と呼ばれる、まあスペイサイドが誇る素晴らしいシングルモルト日本ですよね。お値段的にも今ね少し上がりつつありますけど、まだまだそんなに高くなく買えるボトルでもあります。まあスペック的に大きな違いといえば、リベットの方は、セカンドフィル以降のボンナルですよね。これをオークナルを2種類以上組み合わせて、熟成させているというところに、フィリックは、バーボンダルと一部シェリーダルも入っているというところが少し違うのかなというところですね。あとはですね、フェノール値もリベットがもうほぼなし、 1ppm 以下、フィリックも 5ppm 以下、あといろんなこう重機の形が少し違うかな、いろんな設備とかを見てもあんまり変わらないんですよね。で、売り上げは多分今フィリックの方が世界一で、リベットが2番目なのかなっていうところで、非常にまあ似てますけど、味わいもね、共にまあ似たようなこと言われることが多いんですけど、実際に飲み比べてみてどのくらい違うのかっていうのを今日は僕なりに味わってみたいなと思います。はい、ではまずリベットを作ります。はい、ということでグレンリベットとグレンフィリック一杯ずつストレートをまずね入れましたんで、まずは香りをちょっと。リベットは華やか、フローラルですね。はい、フィリップ、ああこっちもやっぱ華やかですね。香りの段階で比較すると微妙ですけど、フィリップの方が少しヘビーな感じがします。まあ、全然ヘビーじゃないんですけど、ただその比べるとですね、はい、フルーティーさはちょっとリベットの方が勝ってるかな、香りは。フルーティーなところはちょっとリベットよりですね。で、共に華やかさがなんかスペイサイドらしい華やかさっていうか、フローラルな感じはしっかりと感じられます。はい、ではちょっと味わいます。リベット、こちらはやっぱりまあまあよく言われる青リンゴ系統もあるんですけど、結構フレッシュな柑橘系を強く感じます。で、やっぱかなりフローラルな感じですね。はい、じゃあちょっと口をすすいでリフレッシュして、次フィリックのイマスクライフィリック、こちらもまあ一般的に言われる青リンゴ系統の味わいはあるんですけど、そうですね、洋梨、青リンゴ、普通のリンゴ系のフルーティーさと、こう比較して飲むと、こっちのグレンフィリックの方がしっかりとモルティーなところは比較するとこっちの方が強いですね。はい、そんなにがっつりモルティーって感じじゃないんですけど、どちらかといえばフルーティーさがしっかり香るのと、共に言えてるのはやっぱりフレッシュな感じがすごくします。ちょっと加水をしてみます。
酔してみました、うん、やっぱり加水しても香りの感想は変わらないですね。グレンリベットがフレッシュ&うん柑橘系、でフローラで、グレンリベットの方がタルカンの甘みっていうかちょっとヘビーな感じの香り、そしてフルーティーっていうところですね。うん、加水するとリベットは青リンゴは結構出てきます、うん、でもやっぱりあのフレッシュフルーツ、フレッシュな柑橘系っていうのをあよく感じる。飲みやすいですね。共にね言えてますもん。飲みやすいのは間違いないです。これは初心者でもストレートでもいけそうなぐらい飲みやすいですよ。はい、ではフィリックです。あーやっぱりねグレンフィリックの方が少しやっぱり脂質は重いと思います。だからそんなにねあの他のあのシングルモルトと比べると重くはないんですよ。共に結構ライトなんですけど、この2本を比べた時にはフィリックのが少ししっかりしたボディはしっかりしてるのかなっていう感じですね、はい。そしたらですねロックを持ってみます。はい、ではロックをね入れてみました。冷えるとどうなるか、まあ結構やっぱりロックで飲まれる方も多いと思います。僕もロック好きなんですね、はい。グレンリベットはやっぱりうわ青リンゴがきますね。うーん、そして爽やかなフルーツ、うーん、そしてやっぱりライトですごく飲みやすくて、フローラルです、はい。うん、美味しい。はい、じゃあグレンフィリックです。こっちはロックになるとモルトの甘みがあの効いてるのと同じフルーティーでもうーん少しうーんなんていう表現をしたらいいんでしょうか。味わい深いというとこっちの方が良くなるような気がするんですけど、別に優劣をつける意味じゃなくて、フレッシュフルーツじゃなくて濃ゆいフルーツの感じがこっちのグレンフィリックかな。うん、比べるとやっぱりあのモルティな感じがより出てるのがグレンフィリックだと思います。はい、ではではあのまあねせっかくなんで、まあ、このままちょっと今日はねグラス変えずにこれに少しずつウイスキー足して炭酸を入れてあと氷も入れてハイボール的にちょっと、まあ、グラスがロックグラスなんでハイボールとは言わないですけど、正式にはハイボールって背の高いグラスですからね、まあ、してみます。はい、ではハイボールにしてみました。グレンリベットからです。フレッシュハイボールって感じです。あ、やっぱりこれは日本品にいいですね。ウイスキー初めてっていう方はこのハイボール飲まれるかもといいかもしれません。炭酸割りで飲みやすいですし、フレッシュフルーツの感じがすごく味わえて、多分初めて飲まれる方はリンゴって思うでしょうね、うん、っていうような味わい。でもねしっかり、ね、僕あの柑橘のフレッシュさを感じるんですよ。でもこちらのリベットはもうフェノール値 1ppm 以下ってことで、まあほぼもうノンピートと言っていいものなんで、どぎつい癖もなく、まあ本当に超入門編としておすすめです。はい、ではグレンフィリックのハイボールです。ああなるほど、
こちらもいいですけどね、単体で飲むと多分あのフレッシュさとか青りんごとかフルーティーとかいうことを強く感じるんでしょうけど、こうやって比べて飲んだ時にフィリックの方はやっぱり樽感が少しあって、しっかりしたモルトの味わいの甘みっていうのが感じられるのがグレンリベットとちょっと違うとこかなと思います。だからグレンリベットをあの飲まれてウイスキーに入った方、次に飲むのはグレンフィリックっていうのは順番としていいのかなと思いますね。特にまずはね、あの、ウイスキーはほぼ飲めないんだよっていう方はこのハイボールから入るのが、まあ、最近のね流行りっていうか、まあハイボールはねそういうこともありますし、取っかかりやすいし飲みやすいし、しかもグレンリベットから入ればこれはちょっと万能ですね、万人受けします。でそこに慣れてくると少しグレンフィリックの方が、若干ヘビーな感じなんで、次にこちらに移るというのは面白い飲み方かな。まあ、僕もね最初からそういうこと知ってればそこから入ったんでしょうけど、よくよく考えると、まあ、学生時代はねあの日課をよく飲んでました、ブラック日課。はい、まああとは角瓶とかね、サントリーの Q を好きであれを飲んでたんですよ。まあ、そのとこから入って、まあシングルモルトとか、スコッチを飲み出したのは海外にやっぱり仕事で行き出してから、免税店で見かけ出してからですね。で駐在する頃にはもうすっかりあの、バレンタインの17年の虜になっていて、毎晩飲むようになってたんですけど、まあ、その頃知ってたらねリベットから入ったと思うんですけど、僕のね多分あのあれなんですよ、スコッチデビューはちょっとねはっきりは覚えてないんですけど、多分ラフロイグあたりなんですよね、アイラなんですよ。弟が好きでウイスキーが、で兄貴これ飲んでみろって言って飲んだら煙臭いでびっくりしたのがスコッチデビューで、まだね二十歳そこそこだったと思いますけど、まあだから最初はねちょっとこれはちょっと全然日課の美味しいやんとか思ってたんですけど、こっから入ればよかったですねと思った次第です。というようなスコッチ入門、シングルモルト入門2本、グレンリベット、グレンフィリック、今日は比べてみました。最初の取っかかりはリベットの方が飲みやすいと思います。ライト、フローラル、フルーティー。はい。比べるとグレンフィリックももちろんライト、フローラル、フルーティーなんですけど、少しリベットよりもボディが重い、モルトの感じがよく味わえる。ということで、まずリベット、次にフィリックっていうのが、僕の入門編の結論でございます。まあこのチャンネル見られてる方も入門編はとっくに済まされてる方ばかりでしょうけど、まあ何かのご参考になればと思います。はい、ということで宅飲みは竹を毎日こんな感じでいろんなウイスキーをお酒で遊んでおります。ウイスキー好き、お酒好きの方ぜひチャンネル登録していただいて、一緒にウイスキーライフ、お酒ライフを楽しみましょう。はい、じゃあ今日のお宅飲みはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。